はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。さあ、今日なんですけども、こちらですね。僕ね、本当はね、食べたくないんですけども、ペヤング、こちらのリクエストが入ってきましたんで、食べる動画撮っていこうと思います。よろしくお願いします。というわけでコメント紹介からいきましょう。えりこさんからのコメントで、こんばんは、ペヤングの極激辛担々焼きそばを食べてみてくださいっていうねリクエスト。あとこの顔ですね、僕ねこの顔弱いんですけども、で僕の返信ですね、極激辛2回過去僕動画にしたんですよ。でも担々焼きそばっていうのは食べたことはなかったんで、もう辛すぎるんでね食べたくないっていうのがね本当に本音なんですけども、まあ、この顔にはやっぱね弱いのでね、食べざるを得ないってことでねやっていこうと思います。一番最初にね出たこいつを1回動画にしたんですよね。これはもう僕の好奇心からやりましたね。2回目はリクエストで、カレー単体じゃないんですけども、カレーとこの普通のやつがセットになった、まあ2食分ですね、このダブルってやつを動画にしました。刺激好きなんですけどね、辛いのは苦手なんですよね。今日のリクエストのやつはこちらですね、担々焼きそばってやつです。食べたことありません。でまだねリクエストは入ってないですけども、極激辛麻婆っていうのと極激辛ニンニクってやつもね一応売ってましたんで買ってきました。これはリクエストが来ればするし、リクエストが来なくてもねするかもしれません。というわけでねこいつをねやっていこうと思います。さあ作っていきましょう。お湯入れまして、過去のね2本なんですけど、僕ね水とか何も飲まずに、マヨネーズとかそういう辛さ対策もせずに完食してるんですけど、今日のやつもそういったことは一切せずに2口完食したいなって自分の中で目標があるんで、そこにね挑んでみようかなと思ってます。さあ3分経ちましたかね。お湯をね捨てていきます。さあそしてねソース入れますか。これほんと辛いんすよ、もうねやばいんすよ。うわ色が、匂いとかもね匂いたくないな。よいしょ、絞り出して、見た目だけでもまあまあ辛そうに見えるんじゃないかなと思うんですが、混ぜましょう。うわ匂いたくないな、怖いな。うわ匂い辛、もう辛いわ。でも腹ペコなんでね美味しいと思うんですけど。はい、できました。しっかりね絡ませました。準備完了です。さあ2口完食目指しますか。食べれるかな。3口、2口半分ぐらい入れないといけない。あこぼれた、やばい、ごめんなさい。じゃあペヤングの極激辛タンタンですね、いってみたいと思います。いただきます。あと一口でいけるかな。辛っ、痛い。飲まない、痛い、あーちょっとお腹の中も痛い、あー熱い、あー口拭きたいな、口を拭きたい。ちょっとティッシュ取ってきます。あーやばい、あーああ汗も出てきた。うわあやっぱいった。うわあいやー涙と汗と、この中もなんかね痛苦しい、痛熱いんですよね。口の周りがやばい。
わ、食べましたね。二口完食できました。いや、あ、痛い。あ、こっからね、ひたすら多分10分ぐらい痛みが落ち着くまでね、ただただ耐えるっていう作業に入ります。あ、痛い。汗も出るし。でもね、こうピークがグワッときて、そっからずっと横ばいなんですよ。で、じわっと下がっていくんで、もうこれ以上ピーク来ないんで、痛い。ここがやばいな。どんな色になってるかね。ちょっと赤いかな。ずっと痛い。あっつ。ほんと辛いわ。でもね、うまかったっすね。涙も出る。やばいよ。ちょっと慣れてきたかな。なんか耳鳴りがするんですよね。飛行機乗った時の耳抜きみたいな。前も多分やったんですけどね。強烈ですね、やっぱ。涙。落ち着いてきたかな。完全にピーク超えましたね。軽くね、下がってきましたね。うわ、変なとこから汗出るわ。うわ、やっぱ強烈ですね。一応ごちそうさましますか。ごちそうさました。美味しかった。はい、お疲れ様でした。食べ終わってから多分ね、5分ぐらい経ったんじゃないかなと思ってますけど、痛み落ち着いてきました。内臓っていうか内部っていうか、この辺のなんか違和感も食べた直後とか最初に感じたような感じはもうないですね。ちょっと落ち着いてきたなって感じであって、で一応多分ね、2口完食できてると思うんですが、それができたのが一番嬉しかったですね。ありました。すごい、やっぱり横の方とかなんか変なとこから汗かくんで、本当に辛いやつで涙も出るし、この辺でめっちゃ痛いし、ちょっと落ち着きましたけど、まあ何はともあれね、やっぱ食べれてよかったなっていうのがね、思います。ありがとうございました。さあ、というわけで今回ね、リクエストくれたエリコさんですね。これね、もう突然来ましたんで、まあぶっ込みですけども、ペヤング極激辛担々焼きそば食べましたんで、一応次に備えましてですね、極激辛ニンニクと極激辛麻婆もね、用意してますのでね、よかったらね、またリクエストお待ちしてます。いやー、しびれましたね、ほんとね。はい、じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これほんとにやばい、めっちゃ辛い。